久保さん、今回世界の世、よ世にしましょうか。まあ同じね、地球に生きてるんだけども、同じ日本に生きてるんだけども、全然見てるものみんな違うんですよね。はい、YouTube っていう、誰もがアクセス、一応誰もがアクセス、まあ中国はアクセスできないのかな。まあまあ基本的に日本だったら、まあアクセス YouTube にみんなできるじゃないですか。だけど、見てるものは違うんですよね。 久保さんのの動動画画をを見見見見ててててるるるる。人人人人ももももいいいいいいれればば全く見てななし、僕つまり、見てる。Netflix もそうですよ。いっぱいいろんな映画があったいろんなドラマがあったのあるんだけども、見てないものもあるし、見てるものもあるし。Netflix っていうのは契約している。みんな契約している。だけども、見ているものがまた違うと。Netflix は有料です。じゃあ YouTuber は無料です。誰でも見れます。誰でも見れるんだけども <laughs>、見てるものが違うということですね。 で、その違いが違いをもたらすっていう。ね。見てるものが違う。勉強しているものが違う。それは違い出ますよね <laughs>。どうすか。多分、親も違うじゃないですか。親の教え方も違うので、人それぞれ。だから、違う子供、違うのが出、まあ、あとは、あ、あのー、親の DNA、顔とかも違いますよね。なので、あの違う、全く同じ、全く同じ子供って、 多分いないなと思うんですよ、まあ、双子は相当出ますけどね。まあ、双子はちょっと別の,あの話になると思うんですけど、A さんと B さんの家に生まれて、顔が全く一緒、身長が全く一緒、声も一緒。ありえないですね。<laughs> もしそれがありえるんだったらおかしいですよね。うんてか、クローン、まあそれは意図的に作らないと無理じゃないかなと思うんですよね。身長も一緒、顔も一緒、声も一緒。 まあ似てるのはあるけどね似てますみたいなのはあるんだけど一緒はないですよねだから違いがどっかにあるわけですようんだからまあ違いを出したいんだったら見てるものを変えないと見てるものだったり聞くものだったりとか学ぶものを変えないと変わらないですよ変えたいんだったらね違う世界に行きたいんだったら久保さんも違うものを学びました他の人が学ばないことを学びました 他の人はね、例えば、ネット、怪しいな、みたいなね。そんなネットで稼げる人なんか一部の人だよと。まあ、久保さんは何をちまよったか分かんないですけど、マージャン店だけど、俺これだ、みたいなね。<laughs> 普通、マージャン店のオーナーだったらね、いや、ネットな難しいなしかも若いやつらがやってんでしょどうせ。IT? そう、若いやつらがやるもんだよと。俺、マージャン店なんだよ、みたいなね。マージャンしかやってもらったんだよと。リアルしか知らねえんだよと。ネット 無理だよ。っていうものの見方してたら、まあ、勉強してないでしょうね、ネットで稼ぐ方法なんていうのは <laughs>。でも、一般的にそうじゃないですか。今からやっても遅いとかね、ネットで稼げるやつは一部だったとかね、ネットよくわかんないんだよねって、結構大多数だと思いますよ。だって、ネットで稼いで自由にこう生きてる人って少ないですもん。周り見てください。周りみんな会社行ってますよ。9割はもう会社行ってんじゃないですか。 ネットで僕みたいに、久保さんと僕みたいに自由になんかやってる人だってかなり少ないですよ。じゃあなんでそれ少ないのかっていうと、その少ないものを勉強したからですよね。で、勉強しただけではなく、実際にやり込んだって話ですよね。うん。だ見てるものを変えて、そして、えー、他の人とは違う行動、違う量をやったりとか、質をやったりとか、それで違いが出るっていうことですね。はい。いってらっしゃい。